願いします。そうですね、全日本終わってから少し休憩も入れつつ練習を再開したんですけど、今はすごい前向きな気持ちでできているので、世界卓球もこうすごく楽しみな気持ちでいっぱいです。そうですね、意外と私は世界卓球の団体戦にあまり出たことがなくて、7回目の出場なんですけど、世界卓球は多分5回シングルスで1回団体戦で2回目なので、そう自分が思っているより少ないんですけど、でもすごく2018年の団体戦もいろいろあったんですけど楽しかった思い出があるので、今回もすごく楽しみな気持ちです。そうですね、まあ、パリオリンピックが決まる大会でもあるんですけど、まあ、一つの大きな大会でもあるので、その、まあ、いい意味で意識 しすぎずこう自分たちの力を発揮することができて、できればといけるっていうふうに思っているので、まずしっかり準備をしてベストなパフォーマンスをしたいです。はい、はいはい、そうですね、まあまあ、チームではと、そうですね、まあ、同い年が3人いるんですけど、最近は年上の方になることが多いので、しっかり自分がしっかりして少しでも頼ってもらえるぐらいしっかりしたいなっていうのと、あとは、まあ、海外の選手にと試合をすることになるので、まず、まあ、決勝まで全勝すること、そして決勝に行ったらきっと中国選手だと思うんですけど、まあ、世界選手権でこう一勝でもこうできたらいいなっていうふうに思ってます。はい、世界卓球初出場らしいんですけど、すごくしっかりしてますし、でも私が初めて世界卓球に出た時も15歳 で、まあ、きっとその時の私よりしっかりしてるけど、でも不安なこともあると思うので、まあ、何かあったらそう何か言ってあげられるように自分もしっかりしたいですし、あとは本当にプレーも本当に大人顔負けだと思うので、まあ、オリンピックに向けてやっぱりどういう試合になるかっていうのもすごく大事ですし、楽しみだなっていう気持ちです。はい、一番最後まで残って練習されてたと思うんですけど、はい、やっぱりサーブからの展開でやっぱりもっと自分から先手を取るっていうなんか意識があった方がいいねっていう話をしていたので、最後サーブの確認だったりっていうのをしていました。そうですね、すごく、まあ、パリが決まっての代表は初めてなので、やっぱりこう今までよりも何だろう、まあ、スタートと言ったらあれですけど、パリに向けてのスタートっていう意味でも絶対に自分が、まあ、日本代表の中ではこう内定しているので、さらにこう世界に出て決めるんだっていう気持ちと、あとはまあパリに向けてどれぐらい自分ができるかなっていう楽しみな大会でもあるので、また新しい気持ちでこう思い切って臨めるんじゃないかなっていうふうに思ってます。